どうもおはこんばんちは。今日も始まりました。そこはかとなくしびはちくん。やっていきたいと思います。お、何かいつもと違わないか？そこはかとなくってタイトルも初めて言ったわね。最初で最後です。どないやねん。シビック FK7 に乗って7ヶ月となりました。その間どんなお手入れをしてきたのか、についてお話ししたいと思います。まず納車時のディーラーコーティングは施工してもらっています。まあ大して考えもなくつけたと。説明もあまりなかったわね。あまりのコーティングセットもいただきましたが、正直使い方もまるで理解していませんでした。馬の耳になんとやら。馬がかわいそうよ。別の機械でガラスコーティングの話が出た時に、窓ガラスしかコーティングしないんですかって聞いたぐらいです。その程度の人間です。三つお。三つおはそんなこと言ってない。前回のネタ引っ張り好きねえ。右上から前回の動画へ飛べます。寝たい寝たい。こういうの入れがちだよな。前話は見てないのにね。そんな私のお手入れグッズはこちら。シビックソニグレ動画制作の大先輩に助言をいただきまして、AZ の簡易コーティング剤を軸に、AZ のカーシャンプー、ゴリラの手、吸水クロスなど、週1くらいのペースで洗車、お手入れをしてきました。まあ、サボった週もあったけどな。納車3ヶ月はこれでほとんど問題なし、汚れもすぐ取れたし、光沢や撥水も問題なかったと思います。しかし夏が来て状況が変わります。気温上昇でつきやすくなった水垢。走ればデフォルトでくっつく、虫。空からの脅威、鳥糞。綺麗の維持には難しいシーズンが来ました。何のドキュメンタリーよ。一応納車前に対応策として購入していた車体カバーを、最初こそこまめに使っていたのですが、面倒な上に小傷がついてしまう気がして。そりゃ使い方の問題だろ。現在カバーはお蔵入りしてもらっています。もったいないお化けの出番ね。まずガラス面ですが、熱くなるとやはり拭き取り跡が残りやすく、水垢かと思ってあれこれ試して磨いてみたら、車内で使った消毒消臭スプレーのしぶきだった。信じられない。そんなこともありましたね。鳥糞に至っては、自宅敷地の隣が田んぼということもあり、稲が育ってからのシーズンは、3時間に一度のペースでこの始末。お食事中の方、ごめんなさい。まあ普通の話とはいえ、管理する人間がこうだと、ちょっと考えたくなる話ね。本来豆でもないしな。前の N ボックスまでは機械洗車オンリー野郎です。本当に車好き？一言もない。まあだったら投資するしかないんじゃない？はい、間違いありません。おいおい。と、短絡的に散財に走る人間です。買わずに後悔するなら、買って後悔するべし。大学時代の友人の格言ね。暴言だろ。そんなわけで、本来別の用途を考えていた予算を、シビハチくんのために使うことを決意いたしました。それが、圧倒的ヌルテカと話題の、EX キーパープレミアム。いやいやいや、幅触れすぎだろ。いきなり最上級へ手を出すとか、ウプ主らしくて呆れるしかないわ。大いに呆れてください。いつになく強気だ。それと、豆手入れを進めてくださった方、本当にごめんなさい。加えて、まだあるの？実はこれが8月頭のことなので、現在11月。ここまでの動画に、もう施工済みの写真や動画を使ってしまい、見た目のビフォーアフター的に全く意味がなくてごめんなさい。さすがに草。まあ動画を作るペースが予想より大きく落ち込んだことが原因ね。父の法事やら残暑やらありまして。言い訳はいいもの。スペースチャンネル5。例によって話がとっちらかってるからまとめるけど、要するに自力手入れに限界を感じて、キーパーさんにコーティングを頼んだと。イエス、アイブー。もう二人ともキャラがめちゃくちゃよ。
ちなみに、施工は隣町のキーパープロ導入の GS 店です。近くに施工専門のキーパーラボさんはなかったですし。8月当時は、近所のキーパー対応スタンドでも、EX だけは対応スタッフさんがいなくて、隣町に行きました。現在は近所のスタンドでも対応可能になったな。アフターメンテはそちらになりそうね。施工してくれた担当さんも良い方なので悩みどころです。こういうのは信頼が大事だよな。EX キーパーの内容や詳細は公式さんのサイトを参考にしていただければ、というところで、こちらでは施工に至った流れを紹介します。まず、ネットで見積もり打診。シビックは M サイズと確認して来店予約をしました。来店見積もり。EX は原則新車用コーティングですが、シビ8くんは4ヶ月走っていますので、プラスで経験間が必要との判断になりましたが、それでも、と施工を決意。予約をして、7月末から4泊5日の入院が決まりました。結構長いな。いや、取りに来れる日が調整つかなくて。平日に隣町まで来れるほど仕事も暇で。割とあるよな。オフシーズンなら自営なので。ちなみに台車はフィットでした。入院中は施工の様子は見れなかったのですが、仕上がり確認で、ボンネットに置いたタオルが自然に落ちる様と、異次元のヌルテカに感動。ピカピカというよりヌメって見えるよな。何か有機的よね。ビフォーアフターの差はパッと見分かりにくいかもしれませんが、細部とか、時間帯や天候によっての反射具合など、近くで見たり、触った時の感触が、やはり全然違いますね。そう思わないとうんまんだからな。野暮なことは言わないの。仕上がり確認後にお支払いをして、施工完了となりました。地元のスタンドでも注目されてましたよ。スタッフさんに、近年稀に見るツヤですねこれは、と。うちでも磨かせてくれって言われたな。それはただの栄養よね。ディーラーの半年点検でも褒められました。それはよいしょだろう。2年ぶりに会ったお母さんにも、あれは色を褒めてたんだよ。もう許してあげて。ちなみに、EX キーパーは2年ごとのメンテナンスを2回入れて、6年間保証となります。ノーメンテで3年保証ね。それ以外で、施工1ヶ月後に洗車サービスがつきました。隣町からだとちょっと大変だがな。ドライブする理由ができたので逆に良かったです。その時の洗車の様子はこちら。正直、ほとんど汚れてなかったわね。実のところ、この EX キーパーを決意した一番の理由は、6年間を簡単な手入れで綺麗を維持できる、というその部分。ズボラ確定。6年リースも無関係ではないわよ。リースが切れても手放す気はないですがわら。両つべに感化されただけじゃないのか？ジャーナリストさんの影響たるや、我々の財布の紐を緩めてくれて。穴を掘られてる。虫のメンタルが弱いだけだろ。でも実際、虫はついても風で飛んで付着しなくなりましたし。トリフンは、爆撃自体は止まらないですけど。そらそうよね。軽く濡らしたダスターでの水拭きと、空拭き仕上げで簡単に取れるので、全体の洗車の機会も減って、とても助かってます。とか言いつつ、また企んでるらしいぞ。物理的にトリフンを除外しようというところね。トリフンバスターズ発足。鳥に危害を加えるわけではありません。ネーミングがローすぎて草。まあ、その辺はまだ未定です。ただ、せっかく良いコーティングも施してもらい、より、シビックをめでていける気持ちにはなったので、なるべく、このシビ8くんの綺麗を維持して、いつも眺めるたびに、愛車、かっこいい。と、思い続けたいものです。今回は以上になります。次回は新型 FL の試乗をしたので、そちらの簡単な報告と、車にまつわる雑談を少しお話ししたいと思います。またよかったらお付き合いください。ポジティブな内容の予定です。基本、楽天家だからな。奥さんがかわいそうね。
それでは今回も。ご視聴ありがとうございました。